方から高倉さんご一家です。はい、最高です。皆さん自己紹介お願いします。はい、はい、高倉小町です。何歳ですか？7歳です。7歳、今日遊ぼうね、いっぱいね。ジゲさんが、ジゲさん、今日よろしくお願いします。はい、じゃあ今日も一日頑張りましょう。はい、ゆっくりでいいからね。パパ負けてますけど頑張って。コマちゃん初のヒット。こんなついで釣れる？釣れるよ。コマちゃん、イエーイ。イエーイ。ケイさん、腕が。来たかな。ケイさん、腕の違いかも分かる。頑張れ。結構巻かないといけないか。疲れたね。ほら、釣れた。釣れてる。上に上げてごらん。ほら。やった。あ、おじさんまで釣れてるよ。ほら。高校生っつったよ。ほら、おじさん、おじさん、でかおじさん、でかちゃんでかいじゃん。コマすごいよ。もうちょっと前出して。ね、でかい。じゃあ取ったらどうしようね。はいはい、ここ持って、ここ持って、はい。取ったどー。腕伸ばしてごらん。腕伸ばしてごらん。はい。取ったどー。イエーイ。わ、すごい。めっちゃでかいじゃん。30センチぐらいある。おめでとう。よくあげられたじゃん。どうですか、初の釣りの体験は。どうしよう。これはね、このお魚は全然、ね、もう煮ても焼いてもできないんで、ね、これはリリースしましたね。はい、これバイバイして。大丈夫、お魚大丈夫、襲われるの。あ、すごい、すごい、あ、来ました。パパも来た。あ、パパも、おー、はい、やったね、やったね、イエーイ。よし、前のもやれ。やっちゃう。これはどうするんですか。リリースですか。これリリースですね。はい、やったの、取ったどうしよう。はい、これ持ってごらん。ここ持って。はい、取ったどー。はい、取ったどー。こっち見て、こっち見て、イエーイ。取ったどー。もしかして人生初？初甘えてください。こっちゃん応援して。頑張って。はい、頑張、ママ頑張れって言って。ママ頑張れ。頑張って。はい。頑張って。頑張ってゴールがいっぱい出てる。ほら、これでちょっと途中でバラせられないね。やばい。ちょっとそっちから。おーしょ、よし、ジゲさん、これ餌、大物の餌、大物の餌。ごめんなさい、餌を。はい、いいね。これはもう、あの、ジゲさんがすぐこれ餌にするんで。取れたし、新鮮で。おー、あ、やった。はい、取ったぞー。イエーイ。やったかな。はい、はい、一番お姉ちゃんが今のところ大物だよね。大物だね。でもこれ自動的に餌になります。はい、餌になります。お願いします。はい、餌になります。はい、これを釣って兄貴の手料理が後でありますんで。これでね、大物釣るの。お願いしますよ。いるね、大きなのいますね。さて、これで釣れるかどうかです。あ、いるよ。しこれは子供たちよりもママがハマってしまいそうですね。か
お、いるいるいる。これですよ。わかりますよ。このグングングンっていうこの感覚。わかります。感触、これです。すごい。いや、それが病みつきになるんだよ。そうやね。この感触が病みつきになるんだよね、釣りは。こんなにすぐ釣れる。いや、すぐ、あの、船長がいいんですよ。船長が。もうちょっと、言い方、ちょっとムカつく。やって、おっきいおっきいおっきい。これどうすればいいの？ちょっと待って、こっちこっち、危ない、はい、はい、はいはいはい、餌が来た。ちょっと待ってよ、はいはいはい、揺れますよ。揺れるよ、揺れるよ。お、はい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 。あ、でか、あ、一匹逃がした。あ、でかっ。ちょっと待って、なんか食われてる。食われてるね、いるね。なんかいる、気をつけてよ。巻いて。はいはいはい、はい、巻いて。早く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 。これ糸出さなくていいんですか？あの竿。やっぱ大きいの来るかな。あ、でかいなこれ。大きいの来る。え、あ、すごい。だ、これ何なんですかこれ。ちょっと待って。ちょ、いか、はいはい、巻いて。巻いて。今。はいはいはい。はい、巻いて。ケンさん巻いて。ケンさん。これは赤字かわからんよ。うん。これを今お大きいね。ずっと巻いてていいですか？もう上がるまで。はい、タモ。はい。あ、ほら。タモちっちゃい。ちっちゃい。ちっちゃい。もう全。ケンさんちょっと前に行った方がいいかも。あ、来た。あれだ、バラハタだ。でっかい長銃だ。なんか夢見。長銃だ、長銃。これ最高。すごい、でかい。綺麗。でかい、見てください。綺麗綺麗綺麗。はい、オッケー。やったー。さすがー。はい。でかい。すげー、かっけー。あ、ケンさん、はい、取ったぞ。取ったぞ。すげえ。あれだけ外しちゃおう。こっちこっちこっち。こっちこっち。アイポーズ。これ先に外しちゃってから。はいはい、外してください。せーの。はい。ケンさん取ったぞ。オッケーです。いやー、イエーイ。待機中。見えた。見える。おかえりなさい。おかえりなさい。パパ帰ってきたよ。綺麗だったね。うん、綺麗だった。綺麗だった？サンゴがすごい綺麗。サンゴいっぱいあった？うん。よかったね。はい、おかえりなさい。はい、おかえりなさい。お利口さんでしたね、君はね。お利口さんだった。そうですよね。パパもお利口さんだったよね。流せればいいよ。手だけ流していい。はい、今からお食事タイムです。はい、はい、今日のこれは長寿ミーバイですね。長寿ミーバイのこっちカルパッチョとお刺身です。はい、それね、オリーブオイルこうもうちょっとグリグリちょっとよくかき混ぜてください。じゃあいいですよ、もう全然いいですよ。よくかき混ぜて、とりあえずもうカルパッチョからちょっと食べてみてください。ちょっとコモコにつけていただきます。どうぞ、美味しいですよ。うん、どうですか？
美味しい。美味しいでしょ。すごい味がある。ちゃんとつけた。もうちょっとたっぷりつけた方が美味しいよ。これちょっとわさびをこっち置いとこうかな。甘いの？わさび食べれないもんね、うん。イタリアンでしょ。甘みのある白身。お醤油とわさびは自分でちょっとつけながら。ね。マジうまい。本当に。あ、わさび入れちゃダメ。もうわさびこっち。わさびこっちあるから大丈夫よ。うん。うん。お店行かなくていいでしょ。もう逆にあの超高級店がさばいてくれたから。あ、うまい。すげえ。初めて取ったばかりの魚を、なんじゃこう手で食べていい。美味しいでしょ。ハマったね。ハマったね。ちょっと待って、ちゃんと座って。ちゃんと座って。あ、アンクルダイボックス貸して貸して。お刺身好き？おお、すごいね。お魚食べれるんだ、いっぱい。お刺身大好きなんですよ。あ、雨降るでしょ。もう、あ、もう土砂降り来ますよ。土砂降りが来ますよ。あ、もしいなくなるよ。やれないやつ。やれてもいいか。どしゃどしゃ。うまいですか？めちゃくちゃハマってるね、君。どっちが美味しい？お醤油とオリーブオイルと。お醤油が好き。日本人ですからね。飲み物。飲み物か。オッケーオッケー。飲むのこっち、あっち。お水？どっちだ？こっちでもいい。これかな。面白かった人、はーいは、はーい、はいって言ってる。はいがちっちゃいな。大きな声で面白かった人、はーい。オッケー。これはもう本物ですね。子供が入ってるんだ。入ったよ。面白かったよ。気持ちよかったね。何匹いた？何匹いた？お魚？入ったよ。わーちゃん、青いお魚見つけた。青いお魚見つけた。仲良くした？お魚さんと。うん、およかったね。めっちゃ鼻に入ってたんで、ね。飛び込みます。アムロ行きます。はい、行きます。行きます。めっちゃハマっちゃったね。楽しい。よかったね。イエーイ。はい。せーの。面白い。もう一回もう一回。はい、準備いいですか？はい。はい、どうぞ。せーの。このファミリーは困ったもんだ。楽しかった。気持ちいい。ゼリオチャンネル、せーの。鼻つまむの忘れた。すごいすごい、ありがとうございます。いいね、ありがとうありがとう。
はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったですか？楽しかった。もうピースしてるもんねまたね、石垣に来てまた縁があったらまたぜひぜひ。はい、お願いします。最高でした。はい、今日はもうね、もう今日はね、この子がね、はい、トップ選手。びっくりした。すごい海に慣れてて根性があってびっくりした。また石垣に来てくれる？いや、皆さん来てくれる。嬉しいことをいただきました、ね、はい、はい、じゃあ今日はね、高倉ファミリーと今日一日遊ぶっていう動画でした。はい、はい、じゃあ今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、アンシェー。